新地横田友達とうちゃるです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。肉食べたい。最近魚ばっかり。まあそうですね、確かに魚しか食べてない。魚食べたくなってきた。さっき食べたんだよね。まあまあでも今日はですね、まあお肉は食べたいかなということで、はい、まあ、ただお肉だけじゃ物足りないと。お肉だけでいいです。ステーキが食べたい。焼肉が食べたい。まあまあ今日はそんなステーキも乗っているとにかくうまいガーリックライスを、おお、作りたいと思います。ガーリックライスってでもあれじゃん、ニンニク入れてご飯入れてチャーハンみたいに炒めて終わりでしょ。本当のガーリックライスはマジで美味しいんで、ちょっと今日は味わっていただきたいと思います。何が違うんだろう、違いとやらを見届けさせていただこうかなと思います、はい、お願いします。ということでレッツラゴー。よ、では作ります。材料はこんな感じでございます。はい、結構ね、まあガーリックライス、そんなに使うの。こんな使わない、こんな使わない。そんなに使うの、ニンニク。これニンニクじゃない、こんなでかいニンニクあるかな。ないとは言い切れない。ないとは言い切れない。今回別に1合分なんで、もう8分の1ぐらいでいいです。玉ねぎはニンニクはガーリックライスでたくさん30個、まあ、30個使ってもいいですけど自己責任でお願いします。で今日はフライパンでやった後、定番のスキレットで仕上げます。なんでそれ、うん、なんかあのペッパーランチとか行くとやっぱあれ鉄板で出てくるじゃん。ペッパーランチ行ったことない。ええマジ、うん、え一回行っといてほしい。やだ。はい、でニンニク、こちらはちょっと薄めの輪切りで、このニンニクちょっとこう断面軽く切って、でお肉があるんですけど、これなんか500円ぐらいのステーキ肉、まずこれに十字に切り込みを両面入れまして、でニンニクをこうすり込みます。こう生ニンニクをすり込むっていうのが、ね、非常に大事です。なんで。旨味が宝箱は、うん、で普通に切って、でお肉は両面に塩コショウ、フライパンに中火で火をつけます。で割とちょっとに必須なのが牛脂、できれば引いてほしいです。やっぱお肉ガーリックライスはあった方が絶対に美味しいので、全然豚肉とかでもいいんだけど、ぜひ牛脂を一緒にもらってください。で牛脂を溶かしつつ、もうすぐにニンニク入れちゃいます。で軽く香り出してもろて、ちょっと色がつき始めたらもうすぐ玉ねぎ入れちゃいます。で玉ねぎにね軽く火が入ってきましたら、ちょっと今日ご飯は砂糖のご飯なんですが、ぶち込んで、いい感じに混ざってきたらバターを一かけで、コンソメを小さじ1で味を見てもらって、塩コショウであとはね味整えてください。 OK、 はい、そしたらスキレット、ちょっとだけオリーブオイルを引いて強火で、今回のは薄めなんで、だいたいまあ両面30秒ぐらいずつ焼きます。厚めだったらまあ1分か45秒ずつぐらい。OK、 いい感じですね。じゃあ最後に盛ります。上にステーキで、最後にパセリ。はい、ということでこんな感じでとにかくうまいガーリックライス完成でございます。いいよ。はい、ではいただきます。はい、完成いたしましたよ。ということでめちゃめちゃうまそうなんだが、えぐいな。ちょっと砂糖のご飯なんでちょっと普通よりもちっとしてますけど、それでもいい感じでございます。はいはいはい、じゃあ早速いただきたいと思います。はいはい、うわー、では早速いただきます。香りがやべ、うん、うめー。あー、よかったです。うまい。いただきます。これはうまい。めちゃくちゃコツとしては牛脂と、うん、普通コンソメとか使わないんだけど、うん、旨味でコンソメを入れてるので。なるほど、うん、これはすごいな、旨味が凝縮されてる。結構多分ね、ガーリックライスはあの酒の締めとかに出すと、ね、喜ぶと思うので、結構フレンチとかでも多分最後ガーリックライス出てきたりとかっていうお店多いから、うん、
これはいいね、一瞬でなくなるわ、はい、ということで今回はもうお酒の締めにもね、最高なめちゃめちゃ美味しいガーリックライスを食べましたけれども、はい、いや本当にね、美味しゅうございました、ごちそうさまでございます、はい、いやこれね、マジで酒飲みも好きだし子供大好きだと思うので、大好きな味です、ぜひね、ちょっと作ってあげるとめちゃめちゃ喜ばれるんじゃないかなと思います、はい、ということで本日の動画でございました、皆さんご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、バイバイガーリック。